サナちゃん見てる？くるぶしです。はい、どうもありがとうございます。くるちょもチャンネル東京、いでくるぶしがあなたの夜を独り占め。はい、ということで今日はですね、とてもすごいことが、起きまして、まあ、くるちょもチャンネルというよりかはもう僕個人の、事件というか、僕のね、埼玉ポルノスターというね、まあ、自分のキラーチューンがあるんですが、歌い始めてもう10年、になるんですが、その歌は僕が、結構若い頃、学生時代に、初めて好きになった単体女優さんの、麻生まりもちゃんという方に、対して、作った、捧げた歌なんですけれど、ライブハウスでもその麻生まりもちゃんに、届くように、そしてこの歌を歌っていればいつか麻生まりもちゃんに会えるんじゃないかという、感じで MC とかも、させていただいてて、なんとですね、その麻生まりもちゃんに、出会うことができました。イエーイくるくる、すごくない？本当にちょっとネットニュースのとかでちょっと取り上げてください。本当にマジで。どうやって出会ったかっていうと、まあ僕がね、ツイッターで固定ツイート、一番トップに置いてるツイートが、まあまさにその埼玉ポルノスターの、ライブ映像なんですが、まあ麻生まりもちゃんに捧げる歌ですみたいなことを書いてずっと貼り付けておいたんですけども、全然知らない多分まりもさんのファンの方からですね、今まりもちゃんどこどこで働いてますよという DM をいただいて、ちょっとネットとかで調べてたら SNS をやってると、いうところにたどり着きまして、まあツイッターをフォローして、でその流れでですね、マリモさんがツイッターのスペースという機能で配信をされてたんですよね。ラジオ配信みたいな感じで、まあ僕がそれを見に行きまして、見に行ったところ、マリモさんのリスナーさんとかがですね、あ、この人知ってると、僕のことをですね、まあ YouTube とかに今まで麻生まりもさんに捧げると歌ってきたので知ってくれてる方がいらっしゃって、あ、どうも初めまして、でそこで初めて僕もね、そのスペースに声で出演させていただいて、一度こうね、引退をされて、またこう何十年後かに同じ名前で、活動されてるっていうことがね、本当に奇跡だなと、引退されたらそのまま多分フェードアウトされる方の方が多いと思うんですが、今本当に奇跡的にマリモさんがですね、戻ってこられて出会っていただいて本当に、感激でございます。本日ですね、これから、その麻生マリモちゃんにちょっとだけ会いに行ってまいります。お前二人目生まれたばっかで何しとんねんって思われるかもしれませんが、ちょっとね、ちゃんと嫁公認で、少しだけ、会いに行ってきますので、何十年思い続けて、願いが叶う日でございます。それでは会いに行ってみましょう。レディゴー。ちょもちょも、僕の部屋のテレビの中で君が毎日犯されてるのさ、こんなとこにいるはずないのに、季節はめくれてラスト、ラララララ、思いは変わらないさ、君に出会えて本当によかった、スイートな夜に溺れたい。トイレが遠いんだ、めっちゃ緊張する。どうしよう、手汗が。頑張ります。着きました。
けど、こちらに。はじめまして。はじめまして。麻生まりもさんですかね。多分そうだと思う。はじめまして、どうも。いやー、やばい、これはやばい。ちょっと。くるちょもチャンネル。はい、ということですね、今日はスペシャルゲスト、麻生まりもさんでございまーす。お願いします。本当に僕が長年追い求めてた女性と今日はですね、こんな密室で2人で会うというね、はい、本当に緊張しておりますけど、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕のことは知ってくれてたんですよね。そう、知ってました。はい、友達が教えてくれたんですよ。はい、なんかマリムちゃんのことを歌ってる人がいるよって言って、本当にお友達ありがとうございますお友達のおかげでだ、それはね、結構最近ではないよ。もう1年以上は前だと思う。2年くらい前。その友達と知り合ったのも2年ぐらい前。あ、そうなんですね。うん、いや、嬉しい、本当に。ちょっと何個か質問させていただきたいんですけど。はい、大丈夫です。トトが言います。あ、いいですよ、全然。トトから何って書いてあるの？取らない、マッサージにしとこう。趣味は趣味ですか？趣味オナニーです。俺と一緒。いやな、ちょっとそっちのあのオナニーと一緒しないでください。え、何ですか？私のオナニーはもう高品質。高品質、まるで僕のオナニーが低品質みたいな。え、なちょっとじゃあちょっとこれ長くなりそうな。くるちょもチャンネル。もう一つの質問、はい、好きな食べ物を。え、好きな食べ物悩む、それは悩むな。なんだろう、飲み物でもいい？はい、梅酒。あ、梅酒、うん、なんか飲んでそうなイメージしますねそう、自分もなんかスペースやるときとかは大体飲んで梅酒飲みながら。なるほど、結構昔から梅酒好きなんですか？好きですね。二十歳過ぎてお酒が飲めるようになってからずっと梅酒。二十歳前は飲んでない。飲んでない、意外と。あ、素晴らしい。うん、なんか真面目そうっすもんね、こう見るからそんなことないですよ。今までこれちょっと今いつものノリで聞きそうなんで、今までで一番した悪い言葉なんですか？え、何でしょう。え、悪いこと？え、なんだろう。ごめんなさい。彼氏と別れた後にすぐ他の人と付き合ったこと。全然ある。あるの？あります。なんか悪いじゃん、なんかね、せっかくこうお付き合いしてくれてた人と、ね、何かしらのグッバイがあって、ああ、でなんかその後すぐ次の人に行けるってちょっとひどいかなって私は思っちゃうんだけど。優しい人です。ずっと思ってて。ありがとうございます。くるちょもチャンネル。でですね、今日は一つお知らせというか、まあ、僕がね、ずっと麻生まりもさんの歌を、ああ、もう何人も10年ぐらい歌わせてもらって、今年で本当に丸10年なんですよ。で、うん、はい、10周年特別企画としてしまして、埼玉コロノスターを MV をですね、一から作り直して、MV を撮ろうと。でそこにですね、なんと麻生まりもさんがですね出演していただけるということなので、イエーイこんな嬉しいことないですね、本当に。本当に僕の中でも曲の中でもすごく人気の曲なので、この曲を、本人と一緒に作れるという、ことができまして、僕の本当に夢が叶うというか、皆さんも本当に楽しみにしていただけたらなと思いますので、はい、麻生まりもさんのファンの方、そして、ぜひ楽しみにしてください。はい、今日はですね、ちょっと短めであるんですけども、今日はね、顔合わせというか、はい、うわ、もうちょっと目やったかも
しまった。素晴らしいよ。もう歴王道でした。はい、ということですね、今日のゲストは、僕の大好きな、セクシー女優、元セクシー女優、そうだね、はい、麻生真理子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。バイバーイ。